皆さんこれを見てください。やばくないですか。実はこれ実際に海外で販売されているある商品なんですけれども、日本人からしたら何これ、組み合わせやばくないって思うと思う。果たしてこれをオッキーが見たらどんな反応するのか、やつの本性を暴いていきます。それでは最後まで見てな。オッキー、おい、これ見て。すごいやん。組み合わせる。遊戯王と。ちなみにそれ見てどう思う？どう思う？すげえ。すげえ？作ったの？作ってない作ってない。これ商品で今海外で大バズりしてる。売っとる。売ってる売ってる。やべえやん。いやだから大バズりしてんの。マジでこの組み合わせで？遊戯王とキティちゃん。ちなみにどう思う？いやでもあれもぶっちゃけ作れるか。別にその書けば書けばって打ち込める。あ、プリントしてってこと。プリントしたって。ああ、ああ、いやさすがにこんな本物ないでしょ。いやあるわけないでしょ、こんな本物は。本当に？え、いや無理がある。だってこう見て、リュウギオウってあるさすがにパチモン見やって。これは万が一売ってるかもしれない。でも絶対にパチモン。よくあれドラえもん。ああ、はいはいはい、あの海外あるあるね。 それね、じゃないとないでしょ。ちなみになんで嘘だと思う？そのトップ3教えて。これが嘘な理由トップ3。そう、1個目は誰が多分見てもそう思うと思うんだけど、組み合わせでしょ。こんな組み合わせがオフィシャルなわけないやん。カレーライスの上にあのミントチョコレート乗ってる感じ。じゃあ2位は？2位チャッチリやっぱチャッチリチャッチリけど意外と細部にもなってる。じゃあ最後ダサい。ダサいでしょ。どう考えてなんかよく見たらマックっぽいし。おお、よく気づいた。マックのパチモンみたいな。え、でもマックでこういうのたまにあるじゃん。ないでしょ。無理やと思うけど。じゃあ今日はそれのお店を探してきて、どこでそれを売ってるか。なるほどね。オッキーチャンネル。なんかの間違いで、あのどこにあるか知ってる人いるかもしれない。聞きます。これなんすか。これなんすか。知ってますか。聞きましょう。Excuse me. Excuse me. Do you know where get this? This one. Marcus. Is it McDonald's? Yeah. Really? Yeah. Are you sure? Yeah. チャッチー。チャッチー。Do you know how to order this? Oh, for happy.Is it for like kids? Yeah. You can still order one. Even without adults? Yeah. Yeah. Thank you guys. Thank you. え、マック。やっぱり。ガチ。あの人たちはでもマックじゃねって言ってるから。んなことある。あの人たちはいよ。Excuse me. Yeah, guys. McDonald's, bro. Is it McDonald's? Yeah, Happy Meal McDonald's.Is it like official? I thought that was a thing. No, they're legit. They're McDonald's. Yeah, you're gonna get a Happy Meal there. Did you get the Dark Magician one? Let me know, I'll be so jealous. Is there Dark Magician in there? What is it? Dark Magician Hello Kitty. It's in the toy. Yeah. It's like a collaboration. Yeah, it's the Yu-Gi-Oh! Hello Kitty.Oh my god, it's official. Oh my god, thank you so much. No worries, good luck. Yeah, I'm eating. There's people already selling them online. They're pretty rare. There's an Exodia one. It's really hard to know. Exodia one as well? Yeah. Exodia. What? What?ちょっと待って、オフィシャル。え、しかもエグゾリアある。激アツじゃない？ちょっと行ってみよう、マジで。てか、あいつめっちゃ知ってる。遊戯王。オッキーチャンネル。来ました、マクドナルド。でも遊戯王って単語知ってる人多かったんで、もはや行って遊戯王ありますかって聞く。いや、多分行けるね、それで。まあでも僕はまだ疑ってるけど、なんかすっげえ恥ずかしい思いじゃない。遊戯王ありますか？は？あのケンタロウ君気づいたことあるんですけど、誰も頼んでなかった。いや、そうなのよ。 Do you guys have a Yu-Gi-Oh box? Yu-Gi-Oh box? We sold out a long time ago. Like maybe 2 weeks ago. Really? 2 weeks ago? Yeah. Thank you guys. Bye. Have a good day. あのすげえ変な顔されてる。続いてのロケーション来ましたけど、ここね、子供めっちゃ多いから、ちょっと厳しいかもな。子供が多いからこそ、在庫が多いって言っても、おそらく一番子供が多い率です。いや、そうだね。なんかの箱はあるけど、あれ。あれ違うね、確かに。絶対ちゃうやん、あれ。色味が違うわ。Hello. So I'm wondering, do you still have a the collaboration with Hello Kitty and the Yu-Gi-Oh! box? We only have one, like the green guy. Okay, and the box as well? Just one. Yeah.Yeah, thank you. Green one? We have the toy, but we don't have like the box.
Okay, just the toys, okay. Just the toys, okay. Thank you so much. Is it sold out? Thank you. Thank you, amazing. はい、ということでゲットしました。これ、何と何のコラボやと思いますか？一応わからん。なんだっけ？あ、ケロケロ？そう、ケロッピーなんですよ。これ何やと思います？この茶色。なんだっけ？クリボーなんですよ。あ、そうだそうだ。後ろに書いてた。ボックス手に入らずやー。じゃあ、どこ行く？まさかの再入荷待ちっすよ。ね。俺らが思ってるレベルじゃないっすよ。これめっちゃ人気っすよ。びっくりした。どこ行ってもないもん。これは、これ湯気あれば気に入った方がいい。そうだね。完全に片割れは揃ってる。それでは、これがラストチャレンジ。これは、どこ？何て？私は誰？なんかミュウツーみたいな。これは、どこだ？私は誰だ？はい。Do you still have the collaboration with Hello Kitty and Yu-Gi-Oh! Box?Have the box? We have the box. Can you sell the box?I think I can kill you. What can we get? You can get a hamburger, Happy Meal, nuggets. Okay, let's get a cheeseburger. Cheeseburger? Fries, apple slice, and tomato. The apple slice. Yeah, please. What drink would you like? Sparkling water. Sparkling water, please. Thank you. 7ドルのボックスか。ちな7ドルのボックス。大きいチャンネル。やりましたね。絶対遊戯王のビジネスの。でね、3つお店もありまして、基本的におもちゃはどこもソールドアウト。このボックスに関してはここのみがありました。けどこれ中身はなんかこれってこんなんやって畳めたんや。4つ、代わりにジェンガ入れてくれてる。ジェンガとチーズバーガー。これあ、必要なんや。え、ちょっと待って、アップルスライスなくなっとるやんけ。アップルスライス書いてるやん。うん、レシートには入ってる。外国ある。まあだからこういうことや、こういうことでしょ。うん、これで、あれっすよ、もうフェイク動画作ろう。でも、皆さん、ゲットしました。遊戯王、開封していきましょう。クリボー。あ、かわいい。え、かわいい。実物の方がいいね。うん。2つのお土産でずっと喜ぶぞあいつ。でも結論思ったんですけど、流行ってるね。おもちゃどこ行ってもないし、2週間待ちとかって言ってたし、日本やっぱり流行ってます。で、最後にこいつの説明欄をちょっと読んでいこうと思います。僕これ見たんですけど、めちゃくちゃ面白くて、マクドナルドオーストラリアは遊戯王の範囲のために新しいコラボレーションを開始します。ハローキティとフレンズのハッピーミールのおもちゃ。そうです、皆さん、今この特別なプロモーションでは2つの愛されるブランドを連結させ、ファンの皆さんにユニークな予想外のものをお届けします。確かにこの限定版のコレクションで世界中のファンの皆さんを驚かせ、喜ばせたいと思っています。いや、確かに喜んでるし驚いてる。マクドナルドの遊戯王かけるハローキティのハッピーミールプロモーションは今年の春ヨーロッパでスタートし、ベルギー、ハンガリー、オランダ、スペイン、ギリシャを限りにカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、メキシコ、カリブ海、そしてアジアの多くの市場に拡大し、世界55カ国、世界55カ国で提供される予定です。ほぼ1年にわたるこのプロモーション。1年。今年プレプエルトリコを含む全米全土で遊戯王ハローキティ3つ目が導入されることで最高潮を迎えます。とんでもない。遊戯王が多分僕らの想像をはるかに超えたものになった。まあハローキティはわかるやん。ハローキティとルフィとか、ハローキティとポケモン、ピカチュウとかでもわかる。遊戯王か。なんかそれが渋い。なんか斬新な組み合わせだと思ったけど。渋い。しかもこれブルーアイスエクゾリアのあれっぽいっすね。それ欲しい。引き続き僕たちの旅は終わらない。